皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくりマリサです。マリサ、今回はどのキャラを解説するの？今回解説するのはこのキャラだぜ。お願いします。我ら、今こそ決戦の時。信じろ、我らの刃は砕けぬ。信じろ、我らの心は折れぬ。たとえ歩みは離れても、鉄の心は共にある。使え、我ら血が裂けようとも、再び生きてこの場所へ。ということで今回解説するのはブリーチの登場人物、アバライレンジだぜ。入れ墨がすごいわね。ということで解説していくぜ。アバライレンジ、ブリーチの登場人物で、護帝13対6番隊副隊長だぜ。南ルコン街第78地区、犬釣り出身で、ルキアとはこの時からの幼馴染だぜ。性格は乱暴でやや短気ではあるものの、兄貴肌な面もある熱血感で、レンジが仲間を引っ張ることが多いぜ。イチゴたちと共に行動するときは彼がリーダーのような役回りになることも少なくないぜ。でも、ソウルソサエティ編のときはかなりナイーブな面が描写されてたわよね。6番隊の力士には尊敬されてるぜ。40年前までルキアと仲間たちと共に貧しいながらも平穏に暮らしてたんだが、ルキア以外の仲間が死んだことで死神になる決意をし、ルキアと共に神王霊術院に入るぜ。だが、間もなくルキアが白夜により朽木家に迎え入れられたため、ルキアと疎遠になってしまうぜ。レンジは朽木家に迎えられる方がルキアの幸せにつながると考え、引き下がったぜ。だが、これについて本人は、ビビってただけなのかもしれないと自重してたぜ。これ以降、レンジはルキアと対等にいられるように、白夜を超えることを目標に努力し続けたぜ。だが、白夜の壁はあまりに厚く、レンジは白夜に対してコンプレックスを抱いてたぜ。でも、努力を続けて副隊長まで上り詰めたのよね。神王霊術院を卒業した後、ひなもり、イズルと共に5番隊に入隊したが、レンジはその後21番隊に飛ばされたぜ。一角とはこの頃からの付き合いのようで、レンジにとっては師匠的存在で、殺す相手に名を名乗る遊戯も一角の受け売りだぜ。まあ、ソウルソサエティ編までは白夜やルキアのこともあったのでナイーブな面が目立ったが、イチゴに負けて以降は兄貴肌で熱血感な性格が前面に出るようになり、以降はイチゴたちを引っ張っていくことになるぜ。確か、ゴーグル集めが趣味なのよね。手ぬぐいがデフォルトになってるので忘れられがちだが、ゴーグル集めが趣味で、銀トンボという店で新作のチェックをしてるぜ。ただ、レンジの場合は手ぬぐい巻いてる方が似合うためか、手ぬぐいを巻いてることが多いし、イメージが強いぜ。それによく壊されるしな。また、全身に入れ墨をしてるんだが、ルキアにはいじられてるぜ。クインシーのバズビーには活かしてると褒められてたりするぜ。そうね。ちなみに、自分で作ったゴーグルをつけることが夢らしいぜ。レンジの前任の副隊長は銀トンボの店主で、ゴーグルを買うときは後釜ということで割り引いてくれるらしいが高級品なので簡単には手が出せず、チェックしてるだけの場合が多いらしいぜ。どうやら、職人としての道を極めるために引退し、その後釜がレンジになったようだな。死神大交渉室編では黒い鉢巻きを巻いてるが、これは知り合いの鍛冶屋に頼み込んで安価で作ってもらったものらしいぜ。お金がそこまである方ではなさそうだぜ。というか、周平と同じく金遣いが荒いらしいな。レンジは割と新米の副隊長なのよね。というか、副隊長になったのは本編開始から間もなくだったようで、かなり新米の部類のようだぜ。だからなのか、副隊長に対して、同期であるひなもりやイズルを除けば基本敬語だぜ。大前田に対しては態度がでかくて気に入らないのかため口で話してるがな。うゆう曰く、イチゴと似てるとのことだぜ。一見、考えなしに突撃する面が目立つが、敵の能力を分析することもあり、単純にバカというわけではないぜ。まあ、戦闘における頭の回転が速いだけで、それ以外はそうでもないようだがな。てかレンジってやられ役が板についちゃってるわよね。ルキア以外の死神だとぶっちぎりで出番が多いんだが、やられることが多いぜ。彼自身は副隊長にもかかわらず挽回を得得してるので、むしろ副隊長の中だと強い方なんだが、戦う相手や状況の悪さもあり、負けてることが多いぜ。ただし、勝つこともそれなりにあるし、レンジは仲間を引っ張る兄貴肌な面があり、戦闘方面以外で活躍することが多いので、ジャドと比べたら全然扱いがいいぜ。学生時代は結構優秀だったらしいわね。優秀者が集められた特進クラスの1組に所属していた2066期生だったようだぜ。レンジは起動が下手だったので、それ以外が優れてたのかもな。
トサルが趣味であり、6番隊でチームを組んでやってるらしいぜ。というか、6番隊を牽引してるのは白夜ではなく、レンジらしいぜ。まあ、副隊長が隊長の代わりに隊を牽引するのはそこまで珍しいことではないぜ。白夜はあの性格だし、そういうのはレンジの方が向いてるんだろうぜ。白夜は近寄りがたい雰囲気あるし、レンジが必然的に引っ張ることになるんでしょうね。白夜を超えるという目標があるからか、日々鍛錬してるらしく、努力家な一面があるぜ。ちなみに、ルキア、白夜同様、死神の中だと最初期にデザインされた死神だぜ。初期の頃から登場してるから当たり前っちゃ当たり前だがな。そうね。ということでここからは彼の主な対人関係について解説していくぜ。お願いします。ルキアとはさっきも言ったように幼馴染の関係だぜ。ソウルソサエティ編までは険悪なムードが漂ってたが、ソウルソサエティ編終盤では和解し、以降は共に行動することが多くなってるぜ。レンジのルキアに対する気持ちが多く描写されてるぜ。また、ルキアの望みやわがままを素直に聞き入れ、付き合っており、和解以降は非常に親しく、来やすい関係であることがわかるぜ。最終的には結婚してるぜ。アニメでは二人の描写がさらに増えてるわよね。イチゴとは悪友のような関係といえ、イチゴのためならマジで何でもしてくれており、彼を精神的に引っ張ることも多いぜ。レンジにとってイチゴは自身とルキアをつなぎ止めてくれた存在で、とても感謝してるようだぜ。イチゴも他の死神と比較してもレンジとは気安く話しており、仲がいいことがわかるぜ。ちなみに、この二人は名前と髪の色が逆になっており、イチゴの頭の色がオレンジで、レンジの頭の色は赤で、果物のイチゴと同じ色だぜ。てかレンジはチャドよりもよっぽどイチゴの親友してたわよね。白夜は自身の目標としてるぜ。当の白夜はレンジに対してなかなか高評価で、レンジの覚悟を認めていたり、白夜曰く、レンジが来てから6番隊は賑やかになったと評しており、口にこそあまり出さないが、白夜はレンジのことを副官として信頼してることがわかるぜ。レンジも白夜を目標としてるだけでなく、尊敬してることがわかるぜ。お互い信頼し合ってるいい上司と部下の関係だと言えるぜ。そうね、キラ、ひなもりとは神王霊術院の頃からの同期でこの二人は副隊長の中でもかなり距離感が近く、親しい関係だぜ。この三人が主役の外伝もあるぜ。ちなみに、ひなもりとキラはレンジよりも一足早く副隊長になってるぜ。また、周平とも神王霊術院時代からの顔見知りで周平自身、フランクな性格ということもあって、仲がいいようだぜ。レンジ、キラ、ひなもりの3人でいることも多かったようね。一角とは戦いを教えてもらった師弟関係だぜ。レンジは一角を尊敬しており、一角自身も、レンジの心意気を認め、修行をつけてたようだぜ。戦闘における心意気はかなり一角の影響を受けてるぜ。また、一角のことを信頼してるようで、アランカル編の時も一角に同行を頼んでるぜ。他にも、11番隊に所属していたこともあり、弓近とも親しい関係だったようだぜ。一角はレンジの師匠のような存在と言えるわね。ウユウとは最初は敵対してたが、後に共闘してるぜ。というか、レンジ自身がイチゴと関わることが多いからか、ウユウと関わることも多いぜ。ジャドにはキスケの頼みで修行をつけたことがあり、それなりに親しいぜ。織姫とは本編ではあまり話してる描写がないが、アニオリでは話してる描写があるぜ。キスケには居候してた時は労働力としてこき使われてたぜ。レンジは嫌がってるものの口車に乗せられて結局こき使われてるぜ。イチゴやルキアと一緒にいることが多いからか、現世組との距離感も近いわよね。とまあ、レンジの主な対人関係はこんな感じだな。ということでここからは彼の能力について解説していくぜ。お願いします。彼は残剣早期のうち、残術が優れてるぜ。残術に関しては挽回を習得してるので言わずもがなで、白打や歩法もそれなりに優れてると思われるぜ。だが、軌道はかなり苦手としてるぜ。レンジの場合はコントロールが苦手で威力はあるんだが暴発して自分ごと攻撃してしまうぜ。それゆえにレンジは戦闘で軌道を使うことがあまりないぜ。アニオリでは爆動の位置、サイを使ってる描写もあり、初級軌道程度なら普通に使えるようだぜ。まあ、元11番隊大使だし、軌道が増えてなのは仕方ないわね。波動の31、着火砲。火の玉を放つぜ。レンジの場合は威力があるが、コントロールが苦手で使うと自分まで巻き込んでしまうぜ。レスレクシオン前のザエルアポロをぐらつかせるほどの威力があるのでかなりの威力だぜ。
ちなみに、明かり代わりに着火砲を使ったことがあるが、コントロールの下手さが災いして小さすぎる火の玉しか出せなかったぜ。威力はあるわよね。ということでここからは彼の残白刀について解説していくぜ。お願いします。吠えろ。ザビマル。ザビマル。怪物は吠えろ。直接攻撃系の残白刀で蛇腹剣の形状に変化するぜ。伸縮自在の残白刀で、刀を伸ばして戦うのが基本戦術だぜ。基本的には接近タイプの残白刀だが、中距離からの攻撃も可能だぜ。劇中で最初に登場した司会だぜ。ただし、伸ばしながらの攻撃は3回までが限界で、それ以降はザビマルを元に戻す必要があり、そこが最大の隙になるぜ。最初に登場した残白刀ということもあって能力がシンプルだな。そうね。火が絶好。折れたザビマルを遠隔で操り、相手にぶつける技だぜ。どうやら、使用すると刀に負担がかかるらしく、多用できず、緊急用の技のようだぜ。アニオリでは挽回状態の時も使ってたわよね。ということでここからは彼の挽回を解説していくぜ。お願いします。火王ザビマル。挽回すると、火の毛皮と牙でできたマントをまとい、肩には骨のような装甲が追加されるぜ。刀が巨大化し、骸骨のような人節が無数に存在しており、霊圧によって繋がってるぜ。なので霊圧であえて人節を外したり、繋げたりすることが可能だぜ。挽回は壊れたら直せないんだが、人節の数は相当多く、多少破壊された程度なら問題なく扱えるぜ。千本桜影吉で破壊された時はそんなレベルではないと突っ込みたくなるが気にしてはいけないぜ。扱うのが難しそうよね。その巨大さゆえに扱いが難しく、実際、白夜の総括意で簡単にコントロールを乱されてたぜ。挽回というだけあり、破壊力がかなり高いぜ。映画ではもっぱらイチゴたちを守りつつ輸送するタクシー代わりに使われてるぜ。巨大ではあるが、攻撃速度はかなり速く、瞬歩などの高速移動技にも対応可能だぜ。ちなみに、名前の由来は栃木県にあるサビ川らしいぜ。映画の影響でタクシーのイメージが強いわ。四国大砲。地震の霊圧を解放し、火王ザビマルの口から巨大な霊圧の砲撃を放つ技だぜ。劇中ではイールフォルトを撃破するときに使われたな。フォローが使うセロと少し似てるわよね。ということでここからは彼の真の挽回を解説していくぜ。お願いします。挽回。総王ザビマル。総王ザビマル。右手に残白刀と融合した蛇の直刀、オロチ王、左手に巨大な火王の腕を持ち、そして腰に火の骨をまとった姿となるぜ。ザビマルはレンジのことを完全に認めてなかったようで、それゆえに挽回の名前も半分しか教えてなかったようだぜ。実際、レンジは残白刀の扱いが悪かったり、信頼関係を築けてないと思われる描写が散見されてたぜ。だが、最終章の霊王級の狩猟で完全に認めさせたようだな。めっちゃ強いわよね。左手の火王は名を唱えると巨大化したり、描写を見る限り、本体のレンジと連動して動くようだぜ。マスクドマスキュリンの腕を簡単にへし折るほどのパワーを誇るぜ。右手のオロチ王は名を唱えるとノコギリ状の刃に変化し、絶大な攻撃力を誇るぜ。パワー、攻撃速度ともにかなりのものだぜ。火王ザビマルと比べると戦闘スタイルがかなり変化してるぜ。総王ザビマルかっこいいわね。総王ザビマル、ザガ鉄砲。ザガ鉄砲。変形したオロチ王で相手を突き刺し、そこに霊圧を集約させて一気に放つ技だぜ。その際、大口を開けて敵を噛み砕く蛇の姿が浮かび、食らった敵は完全に炭化して砕け散るぜ。おそらく、当たれば一撃必殺だと思われるぜ。これでレンジの能力の解説は終わりね。ということでここからは彼の活躍を話していくぜ。お願いします。死神大行編終盤に登場し、ウリュウを圧倒したぜ。その後はイチゴと戦い、圧倒するも、霊力を解放したイチゴにやられかけるぜ。だが、白夜が助けに入り、イチゴが白夜に倒されたぜ。その後はルキアをソウルソサエティに連れて行ったぜ。その後は精霊艇に乗り込んだイチゴと激突することになるぜ。終始圧倒するも、イチゴの月牙天章により、敗北したぜ。その後は白夜の命令で牢に閉じ込められてたんだが脱走し、挽回狩猟してるイチゴを見つけ出し、挽回狩猟をしたぜ。その後は白夜と戦うのよね。最初は優勢だったが、白夜が挽回を使用したことで敗れたぜ。それでも果敢に挑みかかるレンジを白夜は素直に認めてたぜ。
その後は花太郎に治療してもらい、ルキアを助けに行ったぜ。そして、イチゴにルキアを任され、ルキアを連れて逃げたぜ。だが、当然に見つかってしまい、総局の丘に戻されてしまうぜ。イチゴと共にルキアを狙うアイゼンと戦うが、イチゴともども一瞬で倒されちまったぜ。最終的にはルキアの処刑阻止に成功し、事態は収束したぜ。ソウルソサエティ編のレンジはもう一人の主人公と言っていいほどの重要な立ち位置だったわよね。アランカル編では室賀や先遣隊の一人として現世に行き、キスケの家に居候するぜ。アランカルのイルフォルトと戦い、力を制限されてることもあり、苦戦してたが、限定解除したことで辛くも勝利したぜ。戦いが終わった後は負けたイチゴを励ましてたぜ。その後はチャドと修行することになるぜ。アランカルが進行してきたが、チャドともども消耗しきってたので留守番し、キスケが向かうことになったぜ。その後はソウルソサエティに連れ戻されるのよね。ああ、さらわれた織姫を助けに行くことを源流祭に進言したが、聞き入れられず、ルキアたちと共にソウルソサエティに連れ戻されたぜ。だが、白夜の計らいでルキアと共にウェコムンドにやってきたぜ。その後はエスパーダのザエルアポロと戦うことになるが、挽回を封じられ、手も足も出なかったぜ。ウリューが乱入し、前半は優勢だったが、レスレクシオンしたザエルアポロには手も足も出ずにやられてしまい、最終的にマユリに助けられたぜ。後半はザエルアポロがレンジとウリューの能力制限を解除したけど、それでも二人はザエルアポロに勝てなかったわよね。その後は一号先に行かせ、大量のフォローを倒してたぜ。チャド、ルキアと共にアミーと戦うことになるが、手も足も出ずにやられちまったぜ。アランカル編での出番はこれで終わりで次は死神大交渉室編だな。イチゴの援軍として登場し、エクスキューションのジャッキーと戦うぜ。結果はレンジの圧勝で、レンジ曰く、アイゼンと戦えるように修行したとのことだぜ。次は千年決戦編ね。千年決戦編では白夜と共にエスノトと対峙するが、白夜は挽回を奪われてしまい、やられてしまったぜ。レンジも挽回しようとするも、マスクドマスキュリンのドロップキックを食らってしまい、戦闘不能になっちまったぜ。この時レンジが発した、どうやって戦えばいいんだ?はあまりに情けないセリフだったため、ネタにされてるが、それだけ状況が絶望的だったぜ。その後は霊王宮で修行ね。ああ、イチゴと共に霊王宮で修行することになるぜ。王越のところでイチゴと別れ、ルキアと共に修行してたぜ。その後はルキアと共に精霊帝に行き、マスクドマスキュリンと戦うことになり、終始圧倒し、新しい挽回を披露してすぐに倒したぜ。その後は一号先に行かせるためにクインシーたちと戦ったぜ。この時、バズビーに自身の入れ墨を絶賛されたため、バズビーのことを、なんていいやつなんだと思いっきり手のひらを返してたぜ。まあ、その前にバズビーのモヒカンをディスってたから、バズビーに、今更おせえって言われて問答無用で攻撃されたけどね。その後は霊王宮に行くが、親衛隊のジェラルドにやられてしまうぜ。だが、ルキアと共に復活し、イチゴの元に向かったぜ。ユーハバッハに負けたイチゴを立ち上がらせようと奮起してたぜ。この時に言ったレンジのセリフは普通に男前でかっこいいぜ。そして、イチゴと共にユーハバッハのところに戦いに行き、イチゴ、アイゼンと共にユーハバッハと戦うが、レンジはすぐにやられてしまったぜ。これに関しては仕方ないな。でも、やられたレンジは強化水月の錯覚説があるわよね。最終的にはイチゴがユーハバッハを倒したことで戦いは終わるぜ。その後はルキアと結婚し、娘にイチカを授かったぜ。10年後ではルキアと共にイチゴの家に行ってたぜ。これでレンジの解説は終わりね。総括すると彼は仲間を引っ張る兄貴分な人物だと言えるぜ。戦闘面では不遇だが、それ以外での活躍が多く、物語全編通して活躍したキャラと言えるぜ。そうね。ということであばらいレンジの解説は終わりだぜ。チャンネル登録、指摘やコメント、ツイッターのフォローもよろしくね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。